やると覚悟みたいな、シュールさとキャッチーさが、個性の出し方がすごい上手です。サプライズがすごく多くて、始まる瞬間からワクワクする。Round 1. First match. Valiant's Infinities vs. Cyber Agent Legit. Audience Leto. Judge Koji Leto. Judge Kits Leto. Judge Shinichi Blue. Judge Kaori Leto. Judge Blue Leto. Digital Mode. はい、書かせていただきました。スタートどう来るかって非常に期待したんですね。割とシンプルなバリエンスの王道の見せ方というか、こう見せて、まあ、ルーティーンをちらつかせて見せるみたいな、すごいバランスのいい見せ方してて、まあ、そこはすごいバリエンスのチームカラーとしてすごいいつもいい点だなと思ってるんで、ちょっと荒々しさっていうか、まあ、ヒップホップの彼らのとんがったところっていうのはすごいいいところだと思うんで、この合わせで少しバラつきあるんですけど、でもそこは多分気にするとこではないので、まあ、自分の中で別に減点でも何でもなくて、すごいかっこよかったです。ここすごく個のスキルが非常に高いチームなんで、まあ、これからまた期待したいと思います。レジットなんですけども、作品見終わった時になんか CS を彷彿させるぐらいな完成度高くて、前回その悔しかった思いっていうのが作品通してこう伝わってきたっていうか、最初からこの補正にかける気合と覚悟みたいなのを感じさせてくれた作品です。はい、総合的に言ってもこうレジットの方が1本も2本もちょっと上だったかなっていう、僕はあのレジットの方に入れさせていただきました。で、私はレジットの方に入れさせてもらいました。インフィニティーズさん、最初の立ち位置がすごく気になってしまって、きっちり見せないスタイルとかっていうのも分かるんですけど、最初は綺麗に見たかったみたいな、なんかそこがすごく惜しくて、チームのカラーとかっていうのはクールでかっこよかったんですけど、なんかそこが最初に惜しかったなっていう、音の展開が割とあのシンプルだったかなと思って、バリエーションがあったらあのもうちょっと良かったかなと私は思いました。レジットモアダンダイヤモンド、タイトルと衣装とこう作品のイメージがもうぴったりと合っていたっていう印象と、ソロの見せ方とか入り方がこう斬新なところも素晴らしかったですし、あとシュールさとキャッチーさがすごくこうバランスよく散りばめられている、完成度の高い作品だったなと思いました。バリエンスとレジットなんですけど、バリエンスの方に入れました。去年から見てたチームで、まあ、今年去年より確実にパワーアップしてる印象がすごいあって、もう自分たちのやりたいことがなんか去年よりもかなりよく見えるようになってきたというか、見せ方が上手になったというか、いろいろルーティーンとソロのバランスもすごい良くて、すごいいい賞だったと思います。レジットなんですけど、はい、モアザンダイヤモンドということで、まあ、なんかそういう意味もあって、なんかすごい固い踊りから始まったというか、スリリングなスタートからガラッと途中変えて明るい楽しいロックとかで見せてきて、相変わらずレジットも見せ方が上手だなっていうのが印象だったんですけど、俺的にはすごいなんかバリエンスの印象が良くてっていうので、バリエンスの方に入れました。サイファーエージェントレジットの方に入れました。バリエンスインフィニティーズは、まあ、リベンジという作品タイトルだったんですけど、ドア頭からと思って見てたらダウンしてかけて後ろにバック倒れてっていう、立ち上がっていくぞっていうダウンをする振りが4つほど入ってたんですけど、これも多分リベンジっていう作品のテーマに欠けているのかなと思うようなサプライズがすごく多くて、まあ、背中の上をタタタタと渡ってたのはうんうんって感じなんですけど、その上で人の背中の上でフリーズして、そこでおーってなるのにもかかわらずもう一個そこから地に落ちるっていう、サプライズのサプライズのサプライズって、そこで気持ちわーって上がったし、まあ、ラストのポーズの終わり方も片足持って終わるっていう予想外で、バリエンスさんの作品も素晴らしかったなと思いました。モアザンダイヤモンドという作品タイトルだったんですけども、前回のラストのタイムっていう作品からつながってるような音楽、少しこう秒針の音から始まっていて、サイバーエージェントレジットのその安定のスキルと
最初からこう見ている人の心の持っていき方がやっぱ素晴らしいので、チームの強さがダンスからもだし作品からもしっかり伝わっていました。強い結束力がノアーザンダイヤモンドにふさわしいというか、結束力もダイヤモンド張りに硬いなっていうのをしっかり作品から感じたので、サイファーエージェントレジットに入れました。私はサイバーエージェントレジットに入れさせていただきました。まあ、もちろんどちらのチームも良かったんですけど、先行のインフィニティーズは音もダンスもめちゃくちゃかっこよくて、チームカラーがはっきりしていて、とて も見やすくてシンクロもしていたし、とても良かったんですけど、いいばらつきとなんかまあ良くないばらつきっていうのが私の中ではすごく見えて、もちろんいいばらつきもあれば、あ、ここはもしかしたら揃ってた方が良かったのかな、揃ってるのが、本人たちのデータ役だったのかなっていうのとかが、どっちなんだろうっていう迷いが出てしまったところが、私的にちょっとこうポイントになったところで、レジートの方は始まる瞬間からこうエンターテインメントとして私もワクワクするようなステージで、やっぱり始まってから終わるまでがとってもいい意味で早く感じて、チーム力っていうのも作品の中で見えて、このダイヤモンドのように固い結束っていうのが本当にダンスから伝わってきた感じがあったので、すごい悩んだんですけど、でもレジットがすごく良かったなと思いました。